こんにちは、安藤明久です。今日はですね、目の動きと心理の関係について話をします。この動画を見ると分かることはですね、目の動きと心理の関係が分かります。またですね、目の動きとお金が、どのような関係があるのかが分かります。では行きましょう。ではいつも通り今日も質問です。あなたはですね、こんな言葉を聞いたことはありませんか？どんな言葉かというと、例えばですね、嘘をついて目が泳ぐという言葉です。あとですね、目は口ほどに物を言うという慣用句、こういう慣用句です。これらの言葉や慣用句から分かるように、目の動きと人間の心理には大きな関係がありますよね。目が泳ぐっていうのは、動揺や嘘をついた時に目が左右に触れることですよね。目は口ほどに物を言うというのはですね、人間の感情は目に現れるので、口で何も言わなくても目を見ればわかるっていうことですよね。ですから今回はですね、このように目の動きと心理について解説をしていきます。例えばですね、この図のように目を上に向けている状態っていうのはどういうことでしょうか？でこれはですね、視覚、あなたが見ている時に意識を向けている時に、このような目になると言われているんですね。ですからあなたが例えば物を探している時っていうものは、地面を見ていても目をなんかこう上に向けていますよね。ですから目を上に向けている時っていうのは、視覚に意識を向けている時なんですね。ではですね、目を真ん中に向けている時はどうでしょうか？目を真ん中に向けている時っていうものは、聴覚、音にですね、意識を向けている時なんですね。ですから何か聞こえるとか言ってですね、耳を澄ます時とか、あと雷の音が鳴らないかなとか待ってる時っていうのは、大体目を真ん中にして静かにしていることが多いですよね。でこのようにですね、目と心理っていうものは密接な関係があります。でこれからですね、ぜひあなたに覚えてほしい目の動きと心理の関係を2つ説明します。これから2つ説明しますので、ぜひその2つを覚えてほしいと思います。では行きましょう。まず1つ目はですね、目が左にある時なんですね。目が左というものはこのような状態ですね。ここで注意してほしいのは、今画面を見ているあなたは、これは目が右に行っていると思うかもしれないんですけど、目が左っていうものは、この人自身が目が左に行っているかどうかなんですね。ですから、この人から見て目は左に行ってますよね。この本人から見て目が左に行ってますよね。ですから本人から見て目がどっちに行ってるかっていうふうに考えてみてください。ですから目が左っていうものはこのような図になります。目が左に行ってる時は何を考えているのかというと、過去のことを考えているんですね。ですから例えばですね、あなたが友人に昨日のご飯何食べたのとか聞いたとします。そうすると多分ですね、このような顔をすると思うんですね。つまり目が左に行ってる状態になると思います。目が左に行くっていうことは過去のことを考えているんですね。ですから昨日のご飯何食べたのって考えて目が左に行ってるということは、過去のことを考えて昨日の夕飯を思い出しているということになります。でもう一つ覚えてほしいことがあります。それは目が右の時なんですね。目が右というものはこのようになります。この目を動かす人から見て目が右にある状態、これを目が右と言います。で目が右の時っていうものはですね、何を考えているのかというと、未来のことを考えているんですね。ですからあなたが友人に将来やりたいことはあるとかですね、未来のことを尋ねると、多分ですね、友人はこのような顔になると思うんですね。でこのような顔っていうのはどういうものかというと、目が右に行ってる状態ですよね。ですからこれは未来のことを考えているんです。ですから将来やりたいことはあるっていう時にですね、このように目が右に行って考え出したら、この人は未来のことを考えていることになります。じゃあですね、この目が右の時と目が左の時っていうものはどのように、例えば今私たちの世界で利用されているのかを見てみましょう。それが例えばこのホームページなんですね。例えばですね、今ここに表している図がホームページの中身だとしましょう。で、お金と心理学っていうですね、今ホームページを開いたとします。で、一つなんかこうやって説明文があったときに、多くのホームページってこのように前へとか次へってクリックするとこがありますよね。で、これが実はミソなんですね。例えば、前へっていうここの部分ですね。ここの前へって部分はですね、だいたい左にありますよね。
左側にありますよね。ということはこの前へって見てる人は目が左に行くようになりますよね。ということはこれは実は過去のことを表していることなんですよね。前へっていうことは過去のことを表します。ですから前へっていうものが左にあるということは私たちの目が左に動くので全然違和感なく操作ができるんです。では同様に次へはどうでしょうか。次へは右側にありますよね。ですから次へをクリックするときとか画面上で次へって見るときは目が右に行きますよね。ですからこれは未来のことを考えるように私たちもなるんです。ですから次へっていうものが右にあるっていうことは私たちも未来のことを考えるので全然違和感なく右へ右側のことをクリックできるようになります。このようにですね目の動きをですねホームページなどで利用されている例っていうのはたくさんあるんです。でこの目の動きを使えばですね人の嘘も分かることがあるんですね。ですからぜひですねこれを今日覚えてほしいと思います。例えばですねあなたが友人に昨日の飲み会どこに行ったのって聞いたとします。そうするとその友人が、このようにですね考えながら目が左に行ったとします。目が左に行ったということはどういうことでしょうか。この人は過去のことを考えているんですよね。目が左の場合は過去のことを考えていることになります。ということは飲み会っていうものは過去にありましたよね。ですからこの人の目が左に行ったっていうことはしっかり飲み会のことを考えているということなんですね。一方こういうこともあります。同じようにですねあなたが昨日の飲み会どこに行ったのって友人に言ったとします。そうすると目が右に動いている時があるんですね。目が右に動くということは未来のことを考えているということですよね。つまり飲み会は過去のことなんですけれどしかし目が右に動いているということは未来のことを考えているんですね。ですからこの人は未来のことを考えているのでなんかやましいことがあったり嘘を考えているという可能性があるんですね。でなんでですね今回このように嘘の見分け方っていうものを説明したのかというと、詐欺師やぼったくりセールスをする人っていうものは嘘が多いんですね。ですからあなたがですね騙されないためにもその一つの方法として目の動きというものを知ってほしかったから、こういう説明をしました。ですからぜひですね今回説明したようにこのようにですね目の動きとその心理というものをぜひ覚えてほしいと思います。目が左の時は過去、目が右の時は未来なんです。そして昨日飲み会どこへ行ったのとかですね、とにかく過去を思い出させるような質問や未来を考えさせるような質問をして目の動きとですね、整合性を取るとですね、その人が何か動揺しているのかとかですね、何かやましいことを考えているんじゃないかっていうものも分かるきっかけになります。とにかくですね、こういう詐欺師とかぼったくりセールスっていうものはこうやって目の動きを見ていくとなんかやっぱ不審に思うことがあります。ですからとにかくですね不審に思ったら絶対契約をしないでください。不審に思ったら絶対買っちゃダメです。私たちはできるのはとにかく何か不審に思うかどうかなんですね。ですから何か不審に思ったらですねぜひですねあなた自身であなた自身の身を守ってほしいと思います。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックといいねボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。